じゅっちゃんおはよう。今日はちゃんと朝から唇の血色よくしたおはよう、おはようございます。今日はですね、まあ昨日の夜、昨日の朝かに、あの、ね、メールで募集しました。今日話すことメイクしてる？してないですよ。ほらリップだけで、そうここに何個かいっぱいいっぱい送ってくれたからメールのやつで、まあ何個かねこんな感じで持ってきたので読んでいきますね。はいはい、間に合わなかったら明日もこの内容で、あ、この内容じゃないけどいっぱいメールあったから、じゃあ答えていきます。そう、あのみんなのさやつちょうどまだ時間的に届いてなかったらそれ明日見て明日話したりしようかなと思うので、まあ今日までって感じですね。今日のじゃあ何時までにしようかな。2時ぐらいまでに送ってください。そしたら明日の配信の内容も決めれるので外します。おはよう。外しちゃいました。ではでは髪を巻きながら喋っていきましょう。まず一つ目はアイドルのへの道のりですね。はい、アイドルになろうと思ったのは保育園の年長の時ですね。なんかちょうどヘビーローテーションが流行って、でなんかママたちが保育園で踊ったんだけど、なんか運動会だったかな、なんかなんじゃらのかみたいな感じであるじゃん PTA みたいな感じの、それでヘビーローテーション踊って、なんか自分もママが踊ってるの見てて楽しいと思ってそう、その時にあ、アイドルなんだ、 AKB になりたいと思って、ずっと AKB になりたい夢を持ってました。でやっとオーディションを受け始めたのが中3の春だから、春じゃない冬か、だから春か、 AKB17 期から受け始めてって、やっとそんな感じですねはい、で NGT の3期生で最終で落ちちゃって悔しくて、もう絶対4期で入ると思って受けました。だから多分なんかオーディションで名前呼ばれるか不安だったけど変な自信がありましたねなんか変な自信あって、そう、どこから湧いてきた自信なんでしょうねあれはそう、もう入ると思って、もう絶対入るつもりで最終行ったから4期は3期はまだなんか怯えてたんだけど、4期はもう入りたい熱量が熱すぎて、そう、もう受かる自信で行ったって感じです。まあ、だからね、やっぱ受けることが大事ですね何事も。だってね、そうなんですよ本当に、絶対受かんないでしょと思ってさ、書類も通らないと思ってさ送ったものが書類取ったりするから、そうなんです。まあ受かってから考えればいいんですよ。巻き巻き、そうなんです、チャンスはねあるので、
けてみましょう。で、私はねアイドルをして、なんかねちょっと待ってね、説明の仕方がちょっと難しいんだけど、語彙力がないのででもあれしたいの、モデルもしたくて、そう、まあね、成長していけばだけど、今はアイドルを頑張るけど、その中でもランウェイを歩きたいっていう夢もあって、そう、それが目標なのか分かんないけど、そんな感じですね。歩きたいです。低身長モデルって感じ、めっちゃね、あれしちゃう、子供服の宣伝とかどうですか、あるじゃんね、子供服のこのねブランドがね、いいですね。いつか CM 出てたらどうします、子供服、多分ね150とかの服着れるんだよねだから妹の服着れちゃうの。今日は結構さおとなしめじゃない、喋り方どうですか。よし、じゃあアイドルの道はまたね今度深掘りしてください。深掘りされたもちょっとあのあれなんですけどねはい、次テーマのポイント、ポイントです。テーマはですね、はい、山が見えるいいところがあるんですよ。まあどこ行っても見えちゃうんですけど、やっぱりあこ、あこですね、ちょっと待ってね、神通川のね川の近くに公園があるんですけど伝わんないね、そう、そこの公園です。そこから山がめっちゃ綺麗に見えますね。神通川違ったりして、あとはね富山美術館に、あ、関水公園の近くかなにある上、屋上にね、屋上にある公園があるんですけど、そこにも行ってみてほしいですね。公園は、まあ、ちっちゃい子までしか遊べないけど、そこから見る景色がめっちゃ綺麗ですよ。よいしょ。あとはマスの寿司食べてください。美味しいです。マスの寿司。なんか保育園の時にね、富山の紹介だから富山の紹介の歌の手遊びがあって、それ多分ねどこの県でも歌変えればできちゃうやつなんだけど、それをやればもう富山のあの名物とか、名物っていうか人気なものが分かります。やりますか、手遊び一緒にしますか。ちょっとだけありますね、いきます。じゃ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 、富山にはうまいもんって書いてあるがやじゃ、黒部スイカかまぼこコシヒカリブリブリはい、いっぱい入ってました、いっぱいでもないけど5個くらい入ってましたよ。聞いたことあるかも、本当多分ね、そう、あるある人あると思うんだ。どこのマスの寿司が好きですか。ねめっちゃめっちゃうっすらしか覚えてないかったから、違ったらごめんなさい、違ったらごめんなさいだから言っちゃいけないのかな、あ、合ってるはず、青山っていうさマス寿司のところがあるはずなんだ。ブリブリ、そうなんです、美味しいですよブリ。最初ねビビって食べなかったんだけど、友達が食べてて食べたらめっちゃハマっちゃって、その週全部ブリ食べてました
青山は美味しいですね。あのお正月の時に食べます。そうブラックラーメンもおすすめだし、自分のね個人的に一番好きなラーメン屋さんで、まあ、みんながね電車とかのバスとか乗ってきてけどのブラックラーメンもなんだけど、あれです。はっとね、あれそう北陸、新潟にはなくて北陸にある八番ラーメンっていうラーメン屋さんとか、丸高屋っていうねラーメン屋さんがあるんですけど、個人的には丸高屋が一番好きですね。一番ラーメン、そうなんです。私はラーメンが好きすぎてラーメン屋さんでちょっとね こっそりアルバイトしちゃってました。みんな C だよこれ、この情報秘密ね、 C だよ。そう今日配信見た人たちだけの秘密ね。そう、まあ、当てれるけど当てれないと思っておこう。あのメールで言ってください。1番は細めに変えてもらってます。1番だと味噌を食べます。でも1番の唐揚げが一番好きです。で丸高屋は普通の醤油ラーメンを食べてます。ここはお肉が美味しいです。あとおでんも食べますね。おでんがあるんですけど、そうぜひ行ってみてください。県外の方たちは富山来てください。お寿司が美味しいです。富山駅行けば何でもあります。感じです。次新潟はまだあんまりそんなにぐるぐる回ったわけじゃないんですけど、タレカツがやっぱり美味しいですね。タレカツもうタレカツの美味しいところを新潟駅のところで発見してもう感激しちゃって、パパとかママが来るときは絶対そこ連れてってもらってます。はあ、そこで食べたのが油揚げで、油揚げって言うんだよね確か。そう土地の油揚げだったかな。そう待って、合ってる人いる。そうそこです。えすごい、よくわかったね。そうなんです、そこなんです。そうそこですね、美味しいんですよ油揚げ。あそうなんだね、油揚げ合ってた、よかったよかった。そう油揚げがカリカリでそこのお店の美味しくて、家で焼いてみたんですけど全然ダメでした。あと新潟からそうみんな合ってる合ってる、そうそこなんですよ。そうなんじゃらちゃんですね。そうあとはね新潟の帰り道にある豚汁のお店があるんですけど、そこが美味しいですね。あうどんに入れるのもいいんだ、そっかそっか、うどんね。そんな感じでございます。そう栃尾のね油揚げだもんね。次色、好きな色はピンクです。ピンクなんですけど
物を買うときはなぜか紫を買っちゃいますそうで黄色が好きです。はい、好きな色は3色。ピンクは濃いめが好きです。めっちゃ濃いめが好きです。次、好きなキャラクター、ギャルだから、ギャルってピンク、そうだよね、確かに。あ、好きな柄とかはヒョウ柄とかゼブラ柄が好きです。はいそうだね、おしかなに使われて、うん、白、あ、そう、白も好きだ。七色は七も好き会いたいね、みんなに。9日、皆さん、ぜひぜひ会いに来てください。次、好きなキャラクターはちいかわです。ちいかわの8割が好きです。休日はレッスンとか前座以外、今ないときは家に引きこもってるタイプじゃないので、大体はどこかへ出かけてます。あ、土曜行きます、イエーイイエーイ。振ってね、こうやって受付で会ったら名前言ってね。そんな感じです。あとは第2弾は明日かなと思いますね。髪もね、ちょうどね、下だけは巻き終わったので、あとはお家です。もちろん3本振るよ、本当ありがとう。でお昼だけ、いや全然、もうお昼だけ会えるだけで私は感動です。一緒にね、みんなで当選祈願したもんね、当たる当たる当たるってだからね、はい、そんな感じです。では15分、もう20分経っちゃうからやばいから切ります。スクショタイムもう勝手に考えちゃいます、多分時間が押しているのでと言いながらも、どうしようどうしよう、何にする、油揚げこんな感じだ、マスの寿司ポーズ、じゃこれでいい。魚、あ、じゃぶりとマス、はい、魚、こっちこうか、はい、タレカツ、タレカツタレカツ、マルしか思いつかないよ。じゃあ油揚げにタレカツね、はい、いきます。はい、いきます、タレカツ見てますよ。みんなが他のところに行かないか見てますよ。わかったか？わかったか？見とるぞ、見とるぞ。もうタレカツじゃなくて見とるぞポーズになっちゃったね。じゃあ行きますね。はい、こんな感じですね。見てますから。たまに他の人の見てますから。ニョンキちゃんの面白いのでね。はい、聞くへへ、みんなの知ってるよはい、ではでは皆さん、今日は水曜日でございます。今日も一日頑張るぞ、えいえい、おー、はい、じゃあ終わります。ありがとうございました、おーありがとうございました。で、さっき直したやつ。バイバイ。
バイバーイ、ありがとうございました。またねー、またねー、バイバーイ。